皆さんこんにちは、サリーです。こちらの動画では2024年ゴールデンウィークにいた MC ベリシマのクルーズの魅力と情報を分かりやすく紹介していきたいと思います。そして今回この旅を申し込んだ HIS さんの、提供でお送りしていきたいと思います。それではスタート。皆さんこんにちは。さっさっさっと情報がよくわかるサリーチャンネルへようこそ。ワークマン社外取締役のサリーです。今日はですね、ワークマンのお話ではなく、なんとですね、クルーズ旅行に向かっているところでございます。イエーイ、ゴールデンウィークだーということでですね、実は8日間、7泊8日のクルーズの旅に行ってまいります。で、今回去年もですね、MSC ベリシマというクルーズのね旅に行ったんですが、今年も同じ時期に行くことができました。ありがとうございます。で、今回は旅行会社の HIS さんとの、PR のね、お仕事をいただきまして、ちょっと特別価格での参加をさせていただいております。で、なんかちょっとクルーズって高いイメージありますけれども、実はですね、多分飛行機でハワイとかに行って行くより全然安いんですよ。で、ほら今やハワイも円安で、ラーメン1杯3000円とか、ね、家族4人だったら一食何1万2000円かかるのみたいな、それが何日も行ったらどうなっちゃうのとかね、あと燃油サージャージとかもあるしね。それが、クルーズだったらそのあたり全部食事はまるっと、料金に含まれていますし、あとはショーとかエンタメとか、あとはプールとかね、体育館とか、そのあたりも使い放題です。さらにいろんな寄港地回れます。今回横浜を出て神戸、高知、チェジュ島、そして鹿児島、横浜を巡って帰ってくるという、いろんなね移動もしながら、中は快適な動くホテル、そして寄港地での観光も楽しめるということで、ちょっとね皆さんにクルーズの魅力知ってもらいたいなという思いから、まあ、あとなかなか体験できるものではないのかなとも思いますので、そのあたりちょっと楽しく Vlog で見ていただければなと思います。じゃあとりあえず、出港先である大黒ふ頭へ向かいます。300m 先、右方向です。あの信号右方向です。ここです。右方向です。ここです。あと1分で着きます。こっち、こっちです。一般車両誰もいないけど、間もなく目的地付近です。あれ、右手に見えてくるはずなんですけど、ここなんですけど、予定ではあれ、ここ違う道安って書いてあるけど、間違えたね、道を間違えましたね。大黒ふ頭ターミナルで普通にナビすればよかったんだけど、なんか住所でやったら騙されたね。いいじゃない。ベリシマどこにいる？どこ？どこ？いないぞ。目の前にいた。目の前に出てきた。いやー、まだ前景が見えないのが悩ましい。いやー、じらしますね。もうちょい先ですね。うお。見えたー。見えたぞ。こんな乗り物に改めて乗るのかと思うとびっくりしちゃうよね。ここ右です。これでようやく、おー、みんなあれ、こんなでかかったっけ、これで、いや、こんなでかかったっけね、本当に。あ、予約してる駐車場のクルーズのものです。はい、ドライブ&クルーズ。はい、そうです。はい、はい、というわけで到着しました。大黒ふ頭、これに乗ります。やばい、久々に見たけど、やっぱり鬼のように、マンションのように大きいよね。いや、ワクワクするな。で、これから荷物を一回預けて、私たち体だけになって船に乗り込んでいきたいと思います。いやー、ワクワクするね。預けたら体だけになって入ります。よく背負ってるね。 OK ね。車で来ると本当楽な、あれ前の何だったのっていうぐらい楽だね。なんかスムーズに行けそうじゃない、これ。あれ、こないだってこんなに、あ、でも中で、でも待つか、多分空いたり、車で来るとこんな、こんにちは。パスポートと乗船券の準備のみチェックインできますので、はい、そのまま、あ、はい、もう入れんの、ガラガラすぎない、並んだの何だったの。あ、でもちょっと早いんだよ、やっぱちょっといい部屋だから今回。
あと多分シャトルバスで来てないからきっと分散するんじゃない。あ、この辺、わあすごい。ちょっとこれは写真で押さえていくんじゃないの。全く疲れてない今日。気をつけて。よいしょ。ハロー。はーい。はーい。よいしょ。よいしょ。ハロー。How are you doing?12階でいいっす。お、誰もいないですね。やば。じゃあこっちだ。12089、こっちだね。船の部屋は奇数と偶数に分かれてます。だから順番にね、並んでるわけじゃないんで、うちは奇数のお部屋です。12089、ここ これはなくなりそう。これなくなりそうだ。はい、取ってきました、ご飯。こんな感じ。なんかね、子羊のミートボールとサラダと、あとやっぱりモッツァレラチーズがここは絶対美味しいからね。なんか盛り方下手くそだけど。そしてなんか地中海ハンバーガー。どう？あれ、なんで逆さなの？こうだね、こうだね。で、なんか輪切りのトマトとかレタスもあったから、多分挟んで食べるとさらに良い感じだったね。いやー、美味しそう。わーいわーい。じゃあハンバーガーから行きたいと思います。ハンバーガーいきます。ちなみに今のは外国っぽいやつやつで美味しいって言いました。ベリックマがいます。かわいい。MSC 君かな。はい、じゃあ中行きましょう。というか、もう中には入ってしまったんですが、これはね、前回とほぼほぼ同じお部屋です。ちょっとね、前来た時は眺望がもっと悪い、一部視界不良って部屋だ。今回こんな、ちょっとまあ見てくださいよ。これ通常は2つベッドの、そこに長いソファーがあるんですが、今回のお部屋は家族用に4人部屋になってます。4人部屋ってでもね、数が少ないみたいで、結構先に売り切れちゃうみたいな話を聞いてて、でここがソファーの部分が上がって2段ベッドになってて、合計4人で寝られる感じ。ベッドは通常のホテルのベッドよりも幅がちょっとね、小さめではあるんですが、非常に気持ちよく寝られる感じ。枕もなんかたくさんあるしね。で、ここのベッドの下が結構高いんですよ。高いので、ここにあのスーツケースが来たら、今スーツケースね、まだ届いてないんですが、スーツケース入れられる感じです。じゃあ、あとちょっとこのクローゼット行きましょうか。クローゼットの中どうなっているかと言いますと、ここにまず、金庫ですね。ここに基本現金使うことってあんまりないんで、船の中で歩くときとか、ここに入れましょう。で、あと引き出しですね。引き出しが2個あって、ここクローゼットなってます。で、結構こういう船の場合はクローゼットがしっかりあって、まあ、ドレスであったりいろいろね、お着替えをする関係上、こういったしっかりとした、ハンガーとかもね、たくさんついてますね。で、これが有料のあれかな、クリーニングの紙でして、ジャケットで US ドルで 8.9 ドルとかね、アイロン、ドライとアイロンで、そうだね、 8.9 ドルとか、下着はちなみに 3.90 ドルと。ことで、今ちょっと円安だから、なかなかね、我が家は部屋でお洗濯をします。で、ベッドサイドにこれ電気になってて、ここももう一個つきますよ。これ消えるね。で、ここのね、下のところ、ここに USB の、端子があります。ここでいろいろスマホの充電できます。はい、あとね、もう一個のベッドサイドの方にも、ちゃんとね、 USB と電気ついてます。で、あと真ん中にちょっとした物入れがあったり、あとこちらですね、ここに実はテーブルが出せるテーブルと、
あとこれに合わせて椅子も実はついていきます。これなんかね、もともと汚れてたんですけど、これ椅子で使ってもらえます。で、あとこの辺りがいろいろついているんですが、ポットですね。で、多分水はそのまま、生水多分飲めなくはないと思うけど、やっぱりちょっと不安なんで、飲みたい方は沸騰させるか、あとはこういった水筒持ってって、あの15階のねビュッフェでお水汲んできて置いとくといいですね。で、マグカップ、グラスがあって、お砂糖、お砂糖はあるけどコーヒーはないのね。どういうこと？あ、そっか、あれでモーニングサービスとかで多分コーヒーはもらえるんで、それ用のお砂糖かもしれないですね。で、あとなんか Bluetooth のスピーカー、これ前回来た時もあったんだけど使い方いまいち分かんなくて、であとミニバーで、ここが一応冷蔵庫は開くはずなんですが、今日出航の日のせいか、まだ開いておりません。で、ここ開けるとドライヤーですね。で、自分のドライヤーとかヘアアイロンはベリシマはちょっと熱が出る機器で危険なので持ち込むことができません。そしてこちら引き出しが1個2個3個あります。で、コンセントはですね、ここに2個ありますね。で、あとここにも、これ電気つくかな、はい、USB のが1つ、そしてここにも、なんかちょっと海外用のかな、規格の、コンセントがあります。あ、これがこれ規格のですね。で、これはブレックファーストオーダーで、これね、頼んで、午前2時までに外にかけておくと、こんなコーヒーとか、デカフェのコーヒー、ホットチョコレートとかね、ミルク、ジュース、ヨーグルト、ジャム、シリアルなんてね、割とあのパンと、ほんとヨーグルトぐらいな感じなんですけど、これね、あそこでやるといいんですよ。結構やっぱビュッフェが最初混んだりもするから、意外とね、あの、このブレックファーストのルームサービス使うといいです。ただね、これね、時間ね、結構指定してできるんですけど、かなり早く来たりするんで、あの、そうすると寝てたりするんでね、結構早めに1時間ぐらいね、準備しといた方がいいなっていうのは前回思いましたね。はい。で、まあ、あといろんなお知らせがこの辺りについていたりします。で、あとテレビですね。衛星の番組で日本語は確か前回は 1番組だけ見れて、でも録画でずっと回ってるだけなんでね、結構すぐ飽きちゃう感じはあります。ちなみにお風呂はこちら、お風呂とトイレですね。お風呂とトイレがこちらです。ちょっとね、小さいですけれども、こちらが、1人で入れる感じぐらいの、シャワーブースと、あと一応ね、シャンプーと、ボディーソープはついているんですが、まあ、外国製のものになるので、ご自分のね、慣れたものを持ってきた方がいいんじゃないかななんていうふうに思います。あとタオルであったり、あとトイレですね。こちらがね、綺麗なトイレ、そして、洗面台でございます。今回結構洗濯するので洗濯袋も持ってきたんですが、あのちょっとね、大きめのたらいも今回持ってきたんで、折りたたみ式の、ちょっとどうなるか楽しみでございます。はい、じゃあちょっと一応外も出てみましょう。で、外はこれが鍵と取っ手なんですが、ここにね、あのチャイルドロックになるんですかね、これを開けて、この状態で開けます。かかった。はい、椅子が2つと、あと簡易のテーブルが1つあります。いや、でもほら見て、すごいいい景色だよ。いや、気持ちいいね。前はね、一番下のこうすごく広く見える部屋があって、あそこはちょうどこのオレンジのボートが視界不良でちょっと見えちゃう部屋だったので、その分あのこのバルコニーが広かったんだけども、今回12階でかなりね高いところになるんで、景色はもう一望できる良さがありますね。素晴らしい。大人で多分一番泳いでてプール入ってたのは私です他の人はね、子供さんが数名入ってて、で、なんか外のプールは寒くて、屋内の方は比較的暖かかったんで、全然
がっつり1時間半ぐらいずっと遊びましたね。まだねガラガラだったから、これがやっぱ2日目以降になるとどんどんね人が入ってくるから大変かなと思います。でちょうどそのチェックインする前にもう私たちはスーツケースに入れずに手荷物で水着持ってきたからできる技で、これちょっと経験者の出せる技じゃないでしょうかね。部屋行きましょう。部屋行きましょう。寒いし、うん、よっしゃ。はい、どうも。You're assigned as your crews on the same channel. Now, please confirm you have watched the video by dialing 881. この後ちょっとね、プールでめちゃくちゃ1時間半ぐらい泳いでたんでお腹も空いたんで、一回なんかまたビュッフェ食べに行きたいと思います。夜ご飯前の小腹が空いたんでビュッフェに来ました。なんかね、結構サラダ系いろいろとって、やっぱモッツァレラチーズ好きだし、あとこれラーメンが煮卵入ってる、煮卵入ってて、なんかスープもちょっとこだわりの豚骨だ。でも麺は謎の麺、謎の麺だよ。ラーメンの麺じゃない、ラーメンの麺じゃない、そうめんとも違う謎の麺です。でも美味しいよ、うん、思わずラーメンを子供たちが食べるといいから私も2杯目を。太るのか。いやでもね、ちゃんとしてるんだよね麺以外ちゃんと。だってさ、卵も煮卵あるし、こっちもさちゃんと結構ね、ちゃんと美味しいね。子供たちが何も言いません。このズズズズ吸っている感じから見て美味しいのが分かると思うよ、うん。ダメか。綺麗ですな。だいぶ雰囲気出てきた、ね、雰囲気出てきたね。ベイブリッジも綺麗だし、こっちはこっちで綺麗。向こうかな、こっちの奥だったよね。わ、寒くなってきた、寒くなってきた。一枚上着たいね。あ、こっちのほら工場の明かりが素敵よ。あ、寒い寒い。あ、寒い寒い。これ出港見に行くんだったらなんか一枚着ないとちょっと寒いね多分。あ、またほら大きなタンカーが。私たちの客室はここの下っていう感じだね多分ね。あ、体育館。やっぱボール持ってきてる子いるね。まもなく出港だね。まもなく出港です。まもなく出港ですが、くつろいでます。満腹でございます。もう私はお腹がいっぱいなんですよ。動き出しました。さざ波が立っております。シューティングマニア。
結構いいチョコだぞ。やばいよ。お、目が飛び出た。どう？うまい。おいしい。ちょっと一口。いただきます。ふわっとしたチョコだよ。ふわっとしてるよ。美味しいわこれ。でも量が多いから本当加速で仕上がりがちょうどいいかも。いやー今日も一日終わりましたな。いやーなんか豪華クルーズの後にこんな洗濯を干すというあれですけども、ちょっと化粧落としてしまったので後ろ向きで失礼。これ家から持ってきたこのハンガー、このハンガーをこのマグネットで2個 Amazon で買ったマグネットで S 字フックで100均の突っ張り棒でやるとこういう風に洗濯物干しても大丈夫なん で結構水着ね、次の日も着ると濡れてると嫌なんで、最初でも結構水着さ、水がポタポタ垂れるからお風呂場にずっと干しといて、お風呂入る前ぐらいにここに今移動させてる感じです。今日はちょっと疲れたから洋服とか下着洗濯しようかなと思ったけど、ちょっと疲れたんで今日はもう普通の服の洗濯はなしにしたいと思います。で今日のね感想はね、やっぱりね、久々のベネチアはやっぱりいろいろ覚えてる経験値もあるけど、去年来たからね、でもやっぱりわー来たなーっていう感じで、なんかいっぱいバイキングでめっちゃ食べちゃったりとか、やっぱりあのなんかふわクルーズならではの雰囲気に圧倒されたりであるとか、やっぱ楽しいなって思いましたね。プールがすごい、あとね入ってすぐだったからすごい空いてたからね、なんか自分たちと家族だけで遊べた感じもあってよかったね。であともう一個嬉しいのが、あの YouTube 見てますっていう方がねめちゃくちゃたくさん声をかけてくださって、で私のメインの活動は、まあ、ワークマンの社外取締役をやってるんで、ワークマンの紹介動画をやってたり、あとはキャンプ場の紹介をやってるんですけれども、キャンプ場で会うよりもワークマンの店舗で会うよりもサリーさん見てますみたいな感じで声かけてくださる方がね、もう15人ぐらいいたかな。もうめちゃくちゃ嬉しかったです。なんかねちょっとした情報がお役に立ててるっていうのがすごく嬉しいなと感じました。で明日はいよいよ神戸に向かいます。で神戸に着くのが午後3時で、まあ、下船できるのは4時以降かなというところなので、ちょっといろいろね食べたいものとか行ってみたいところを考えてるんで、まあ、ちょっとまた明日も楽しみです。それではおやすみなさい。おはようございます。あ、今ちょうど撮影し始めたら光が出てきました。2日目の朝でございます。昨日は11時ぐらいにベッドに入り、なんか夜ははっちゃけたパーティーがやってたらしいんだけど、ディスコナイトとかで、もうなんか我々は疲れていたので11時にお布団に入りぐっすり寝て、で子供たちと浜さんは6時半に起きて、ちょっとここのね外周をが300メートルちょっとあるから3周して1キロぐらいね走ったらしいです。素晴らしい。で私は今7時半で化粧もしてようやく上に上がってきました。いやなんかちょっと曇ってはいるけども、日がちょっと差したり降ってないだけでもねありがたい天気だね。いや気持ちいい。あっちに見えてるのが紀伊半島、紀伊半島だね多分ね。紀伊半島でここからこう上にぐるっと回り込む感じで今度神戸に3時に入港します。じゃあ朝ごはん食べに行こうか。行きましょう。長男の朝食でございます。
はい、朝ごはん持ってきました。なんか結構思いのほか甘い系になってしまったけども、もりもりで食べていきたいと思います。コーヒーとね、ジュースもあります。いただきます。いただきます。さあ、ちょっと午前中に私洗濯をしたいと思います。で、持ってきたのが、まあ、ワークマンのこの洗濯バッグっていうのを一応持ってきていて、これも前回ね、これでお掃除し洗濯したんですよ。ここに洋服をガッと入れて、洗剤とお水入れて、こうゴショゴショゴショってやって、ここでお水排水できて絞ったりできるんですけど、結構今回ちょっと新たな試みでこれを私用意いたしました。これでございます。折りたたみ式の洗い桶を持ってきたんで、これスーツケース入ったんで、ここにお風呂場でもうザーッとお水と洗剤入れて、あとミニ洗濯板で、あの汚れがひどいもの、まあ、下着類なんかこれでちょっと洗濯をしていって洗ってみようかなと思います。で、どこに干すかというと、まあ、この突っ張り棒のところですね。昨日もご紹介しましたが、ここと、あとベランダにあそこ洗濯ロープを引っ掛けました。ここにハンガーで、ハンガーと洗濯バサミで吊るしていって、で、あとですね、あとこちらですね、テレビのこのその留め具のところのこのハンガーでちょっと吊るして、いくつかこの辺にね、ハンガーで引っ掛けていけたらなと思います。洗濯スタート。残念ながらたらいはここの洗面台に入りませんでしたので、お風呂場でねやっていきたいと思います。こちらに置いてね。ただこのままやると腰がすっごい辛そうなんで、ここでダイソーで買った200円の椅子ですね。これなんかいろいろシャトルバスとか前回すごい待って、子供が結構疲れてたんで、200円だったらいいかと思って、そういうシャトルバス待ちとか行列の時にね、使おうと思って持ってきた新品の椅子があるんですが、これでねやればね、腰そこまで辛くないんじゃないかなんていう淡い期待でやっていきたいと思います。とりあえず1日の家族4人の洗い物意外と少ない。ルームウェアとかはね、何日か着れるものは着る感じで、下着中心に今ね、お風呂のお湯もう結構お湯の方が汚れ落ちがいいと思うんで、お湯を大量に入れまして、ちょっとここに突っ込んでジャブジャブ洗っていきたいと思います。いやー、クルーズ船の地味な裏側よね。はい、それでは洗濯軽く絞ったので、あと脱水がねしっかりできないのかわかんないので、余っているタオルでこちらふみふみしていきたいと思います。こうです。こうして余っているバスタオルでふみふみすることで、タオルで、軽く絞ったですね洗濯物をさらに吸水させて、これで干すということをしたいと思います。はい、というわけで洗濯が終わりました。ちょっと洗濯物モザイクをかけましょう。こんな感じで外と中にそんなに多くなかったね、重いのかね。洗濯してみたら思いのほか 泥のような茶色のお水が出て、いや、やっぱ汚れてるんだなっていうのは感じましたね。今回前回と違っていいなと思ったのは、化学繊維のね、あの服を下着をたくさん持ってきたから多分乾きやすいのと、 T シャツとかも化学繊維したことで素材が薄いからかさばらないのと、絞りやすさもあるなって、洗濯最中の良さもあるし、服装も乾きやすくていいなと思いました。まあね、お金に余裕のある方は船内の、洗濯サービスを使えばいいし、まあ、あるいはねコインランドリー寄港中で行くっていうのも一つの手かなと思いますが、ただ結構荷物を持ってコインランドリーに行くのも大変だし、コインランドリーも全部の、ね、洗濯の機会が空いてなかったらとか考えると、まあ、下着ぐらいちゃちゃっと洗うなり、あとはね使い古されてる下着を持ってって、もう1日ごとにね捨てていくのよなんていうね、おば様も先日お話で聞きましたので、そんなやり方もあるかなと思います。何してるの？ぼーっとしてるのぼーっとしてんの。いや、こうやって海のね向こう側見てると見えないじゃない、地水平線の向こう。でもなんかこっからもうずっとずっと行くと何があるのかなとか、この海の下にはいろんな多分魚とか微生物とかいるんだろうなとか思うよね。こう巡らしていくとね、なんかね脳みその洗濯ができるの。日々の雑念、洗濯しなきゃとかさ
あれしなきゃ、これしなきゃ、何日までに YouTube をアップしなきゃとかね、サムネイル作らなきゃとかね、そういうものがね、ふーっとなんか消えていく感じがするね。こういうなんかね、リフレッシュみたいな、うん、大事だよね。大事だね。これはね、車中泊、まあでもキャンプはたまにこういう感覚あるんだけど、こう海をね、こう何もないところで海を見るのはやっぱ船ならではだからね、これはいいよね。あの辺りなんか浅いのかさ、結構水色っぽく見えるね。いや今日曇り予報だったけどさ、なんだったら雨予報だったけど、私晴れ女だからめっちゃ晴れてますよ。めっちゃ晴れてきましたよ。で今日今私が洗濯をして、子供と浜さんが、体育館に行って遊んできたんで、ちょっとのんびりした後10時半からお金がもらえるビンゴ大会に日本じゃできないねこれね。もらえるかもしれない、かもしれないね。いや私ねビンゴ運すごいから当てますよこれね、はい、本当は3枚だけなのかな、それがこれもついてくる、これ20ドルのやつ、20ドル、これが40ドルのやつもあったよ、うんうん、これ高えな40ドル、今換算でいいから軽く5000円超えてしまいますね。いやまあちょっと楽しみですね。なんと現金が当たるビンゴ大会、日本じゃなかなかないよね、外国船ならでは。でまあ普通のビンゴのように1列揃ってもいいし、なんか全部なるとスペシャルビンゴみたいな感じらしいです。ビンゴゲーマー3 2 1、ビンゴ。まず最初の番号 G57 G の57 G57 G、 ないのもあるの、 I27 リーチのリーチ来ましたね、ほらリーチのリーチ来ました。17キャンプのゲーム、ほらここが来れば42か52です。神戸でいっぱい美味しいもん食べよう、当たったら。62 の62、ちょっと微妙だよね。のあと4個開けば500ドル。はい、ダメだ、念を送んないとダメだ。残り3個18 46 52です。これはワンチャンあるよ、ワンチャン。残念ございますので、残念でした。いや早めのちょっとお昼を食べたらすっごい晴れてる、めっちゃ気持ちいい。なんか水もすごい綺麗じゃない、なんかちょっと緑色みたいな感じの。いや向こうに今多分ね、もう淡路島とか神戸も非常に近いですよ。で子供たちはこれから上のウォータースライダーのあるねプールの方、昨日空いてなかったプールの方に入っていくということなんで、私もねやっていきたいと思います。いや私晴れ女なのよ基本晴れ女だからね、大丈夫、何の心配もしてませんでしたよ昨日の暖かいまだね、うん、全然、まあ、ちょっとね風があるから肌寒いは肌寒いけど、全然気持ちよくいられるね。楽しかった。ガニガニやってきたらやっぱスピードがガンって出て楽しかった気持ちいいね、あったかいね。前のゴールデンウィークの時より断然あったかいから、こんなプール入ってても寒くないし、適度に空いてるよ。空いてるよね。ウォータースライダーも並んでないし、屋内プールなんかとか混んでたね。
私のチャンネルでは他にもベリシマの続きの動画もどんどん上げていきます。ぜひチェックしてみてください。あともう一つのチャンネルの方でもクルーズの旅のあれこれ Q&A なども載せてます。そちらもぜひチェックお願いいたします。